はい、今日はリニアパターンの作り方についてやりたいと思います。リニアというのはどういうのかというと、手と足が、重ならない、同時に演奏しないというのをリニアと言います。まあ、いろんな作り方あるんですけども、ここでは、今日はですね、もともと重なっているパターンを作ってから、重なっている部分をその後取るという、そういう作業で作っていこうかなと思います。ここちょっとホワイトボード見えるかな、こんなパターンがあります。パラディドルみたいな、それの応用みたいなパターンで、ツッタツツタツタツツタツツタツツタとなってて、足がドンドンうんドン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 タドドタと、でバックビートにアクセントがあって、ドンドンパッ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 ドンっていう風に聞こえるリズムパターンです。はい、一回これやってみますね。ワン・ツー・スリー。こんなパターンなんですけども、これはもう手と足が重なりまくってるんで、ここから、重なってる部分見ていきます。ここキックが入ってるとか全部まあ重なってるんですけど、ここ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 と重なってますよね。で、その重なってる部分を全部取りたいところなんですが、一番最初こう右手がうんっていうのは、まあ、クラッシュとかもワーンって叩きたいし、ここだけは取らないようにしましょう。で、ここ残りを取っていきます。手の方をこう取るといいですね。右手をのハイハットをなくしちゃいます。こんな風にね。そうするとこれがリニアパターンに、早変わりと、こんな感じになります。ツタツツツタツツだったのがツタドツになるんですね。はい、ツタドツになります。はい、残りもそんな感じで、重なっていかないパターンになります。はい、どんな感じかやってみます。ワン・ツー・スリー・フォー。もうこれでリニア完成ですね。もちろんライドとかでやっても、はい、全然いいと思います。はい、で、これだけで終わらせるのちょっともったいないんです。例えば、もう筒じゃなくなって、これ1個、右手1個になったから、ここを例えばこんな風にダブルにしてあげたり、見えるかな、右右って書いたんですけど、ダブル、こんな風にダブルにしてあげたりすると、ちょっとおしゃれ感出ますね。
やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。もちろん、他のところ、左手がダブルになっても面白いですね。ここ一旦やめまして、やめて、そうだな、そう、この辺でこう3拍目で2つこう右手と左手両方ダブルにしてみましょうか。そうすると3拍目でつつたた、こういう風になりますね。これになりますね。これでやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。それから、例えば他にも、キックをですね、こうここ1個ハイハットをこうやって踏むハイハットに変化させてあげて、さっきこう右手で叩いたのを代わりに足に、左足に置き換わった、こういうふうに。フットハイハットと叩くハイハットの音って音色が違うのでちょっと面白い感じになりますよね。やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。ここまで来たらちょっと調子に乗りまして、ここにさっきのダブルを、ここにもう一回足してあげたりなんかするとこうなりますよね。これを作ってあげて、やるとワン、ツー、スリー、フォー。ちょっと一回ダブルし忘れましたけども、はい、こんな風に一回リニアにしてから、こういう風に少し変化をさせてあげると面白い、はい、結構リニアこんな風に使えて面白いです。であとはもちろん、右手をタムに移動しながらやったりね、ここをタムにしたり、もちろん他のところ、こうやって移動しながらやるとかっこよくなる、はい、重なってるもともとのパラディドみたいなパターンだとなかなか、移動しづらかったものが、割とこう余裕ができて移動しやすくなるというメリットもあります、はい、こんな感じでリニアパターンを作ってみましたのコーナーでした、はい、お疲れ様でした。
はい、今日の動画はここまでです。またお会いしましょう。